昼は学校、夜は塾、深夜は家で YouTube を通して数学の授業をしてます川端です。よろしくお願いします。今回はですね、頂点を通らないで三角形の面積を2等分する直線の式というのを求めていきたいというふうに思います。具体的にはですね、この OAB、 三角形 OAB があって、まあ、O の座標、A の座標、B の座標が与えられています。でこの点 C ですね、この C、0カンマ、まあ、ここの点というのは三角形の頂点ではないです。でこの点からこの三角形の面積を2等分する、そういった直線の式を求めたいということですね。この点 C を通ってこうやって、でこの面積、この三角形と四角形に分けて面積を2等分する時のこの直線の式を求めなさいという問題です。ちょっと勘違いしてほしくないのはですね、頂点を通って面積を2等分する問題とは違うということですね。まあ、頂点を通って面積2等分する場合はこれ真っ二つになって、ここを中点通ってればいいのでっていう形で解けばよかったんですけども、詳しくはですね、三角形面積2等分シリーズのね、丸一番を見ていただければと思うんですが、それではないということですね。なので頂点以外の点から、頂点以外の点からですね、三角形と四角形に分けるようにして面積を2等分する、その時はこの直線の式を求めろと、そういった問題を解説していきたいということです。でこの問題を解く際に知識として一つ知っておかなきゃいけないことがあります。それは何かというとですね、この面積比なんですが、青い三角形と赤い三角形、今ここの青い三角形の2つの辺、まあ、ここ A、B、 赤い三角形の C、D、まあ、この角を挟む辺ですね。その時にここの比が A 対 C、B 対 D と出てきた時の青い三角形と赤い三角形の面積比は A×B 対 C×D なんですね。でこれはちょっと知っておいてください。ここの角を共有する A×B 対 C×D ということはですね、この青い三角形と赤い三角形の面積比がこれ1対2になるとき、これが1対2になるときに面積が半分になるってことだよね。この面積2個分としたときにここ1個分とするのでね、なのでこことここをかけたものとこことここをかけたものの面積が1対2、そこに注目して式を立てていくということになります。で今ちょっと座標を見ていくと、 A の X 座標はマイナス2です。で B の X 座標は6です。で C の X 座標はまあを0になってますね、はい。で今この点 C を通って C を通って三角形の面積をこう2等分するわけですね。で今何が分かれば答え出るかっていうと、もうズバリ言うとここの座標です。ここの座標、ここの座標を求めることによってこの2点から直線の式は分かるので、ここの点の座標さえ分かればいいということで、ここをちょっと D としておきます。同じく答えでここ D とします。でここでですね、今言ったことをちょっと使っていきます。具体的に言うと、三角形 BCD と三角形 BAO、 この面積比が1対2になればいいの でここで式を立てていくんですが、今 D の座標を求めたいので、ここが分かんないから、分かんないからどうするか、文字で置くんですね。分かんなかったら文字で置くんです。 T で置きます。 D の X 座標分かんないら T で置きます。じゃあこの T を出すのに式を立てていくわけですが、今言ったようにですね、これを使っていきます。まず例えばですね、BC と BA、この比って求めることができますね。BC 対 BA。これは実際の斜めの長さを求めるんではなくて、X 座標の差の比で構いません。つまり、B と C の X 座標の差は 6-0 で6ですね。だからここ、比でいうここ6とすると、B と A の X 座標の差は 6-2 で8になりますね。だここが6でここ8、6対8というぐらいに出るわけですね。ここは実際の長さを求めなくてもいいです。ここの X 座標の差の比がそのままここの比になります。斜めの比にもなります。同じように考えると、この BD 対 BO ですが、B と D の X 座標の差は6と T だから 6-T。なので、ここの比を 6-T とすると、B と O の X 座標の差は 6-0、つまり6になりますね。というふうになります。でここで今言ったように、ここの2つの三角形の面積比は、この角を挟んだ辺の比、6と 6-t をかけたものと8と6をかけたもの、これが
一体になるよっていう式立てればいいですね。この角を挟んだ辺をかければいいと。したがって6×6-t×8×6、 これが1対2になりますよということなんですね。でこれを解いてあげて 6×2 で 12×6-t=6×8=18、 まあ、両辺12で割ったら 6-t が4になって t=2 と出ます。したがってここが2と、したがってこの d の x 座標が2と出てるわけですね。そうすると今この直線 CD の式を求めればいいわけですから、今 D の X 座標が2と出たので、あと Y 座標さえ分かればいい。 Y 座標は直線 OB の式を求めます。直線 OB の式は原点通ってるので比例の式で、傾きは X が6増えたら Y も6増えるので6分の6、 X の増加量分の Y の増加量で傾き1と分かります。だから Y イコール X ということが分かります。したがって D の X 座標が2だから、ここに2を代入して Y 座標が2と分かります。したがって今この直線 CD の式を求めたいので、 0,3 と 2,2 を通る直線の式を求めればいいという具合になります。ということはあとは傾きさえ求めればいいので、傾きは X の増加量分の Y の増加量、右に2行ったら下に1下がってますね、3×2下がってる、つまり傾きがマイナス2分の1になりますということなので、傾きがマイナス2分の1で、切片が3ですね。ということで y イコールマイナス 2x マイナス2分の 1x プラス3という具合にして答えを出すことができるということですね。他にもやり方はあるんですけれども、これがね一番ね、オールマイティーです。どんな三角形の形でも解くことができるので、とにかくですね、2つの三角形、この三角形の面積を2等分するときですね、この頂点以外の点で2等分するときは、この三角形と四角形に分けられるんだけど、三角形と三角形の面積が1対2っていう式を立てると。で1対2ということで、ここの斜めの比を X 座標の差の比で出しちゃって6対8、分かんないから T と置いて、こう X 座標の差の比で 6-t×6 で、これとこれかけたら1対2だよって式立てることによって、この T が出て、まあ座標が出て答えが出る、そんな流れになってるよということです。これね非常にね結構入試で差がつく問題だと思います。よくね生徒にやらせるとやっぱりできません、本当にできない。これ知ってるかどうかですね。知ってちょっと練習もしてほしいですね。ぜひ練習してみて自分のものにしてほしいなと思います。以上で解説終わります。よかったらですね、またチャンネル登録してみてください。では。